どうですか、ここんところ。噂は耳にしているんでしょう。怪獣ソフビの。ご存知ですかって？ご存知も何も。噂を流したのは我々だから。どうも、ビーセンショーです。事件です、皆さん。この令和の世に、しかも来月から新シリーズが始まるというこのタイミングで、平成ウルトラシリーズからあの怪獣が装備化されたという噂を聞いたので、今回ゲットしてまいりました。それが今皆さんの目の前にあるこちらのソフビになります。まああまり馴染みのない怪獣だとは思いますので、早速紹介していきましょう。こちらの奇獣デスモン、初登場はウルトラマンティガ第38話蜃気楼の怪獣。本編より1ヶ月前の時間軸で突如メトロポリス上空に現れた怪獣で、宇宙細菌に感染した逆さクラゲがマキシマの超微粒子を浴びて突然変異した姿とされています。ちなみにさっき知ったんですけど、逆さクラゲっていうのは実在するみたいでして、傘の部分を底につける習性があることから逆さクラゲと言われているみたいです。ちなみにこちらの有名な温泉マーク、これも俗に言う逆さクラゲと言われているみたいです。つまりこいつがこれになった。旧ウルトラヒーローシリーズウルトラマンティガイベント限定バージョンとの比較はこんな感じになります。昔のサイズのヒーローソフビなので、やっぱりややデスモンの方が小さくは見えるんですけど、設定上はデスモンが40メートル、ティガが53メートルなので、比率的にはまあ違和感のない感じにはなってるかなと思います。いやーでもまさかこの2体が並ぶ日が来るなんて。というのもこのデスモンっていうのが TPC とガッツの力だけで退治された怪獣で、ティガが登場することはなかったんですよね。なので38話本編中も主に静止画ベースでの登場のみだったんですよ。なのでこのティガとデスモンの並びっていうのは結構貴重だったりするんですよ。じゃあちなみに38話ティガは何と戦ったのかっていうと、蜃気楼怪獣ファルドン。いやーこの怪獣も個人的にかなり好きなデザインでして、この主にグレー一色のモノトーン調って言いますか、シンプルな流線形の体の各所に切れ込みが入っていて、そこに赤紫色の差し色が入ってる。まさにティガの怪獣、平成の怪獣って感じがしませんかね。さらに両手がハサミで、尻尾はガゾートみたいに平べったいっていうね。まあある意味平成の王道な怪獣っていう見た目なんですけど、まあ背中のゴジラでいうヒレに当たる部分に割れ目がありまして、そこから特殊な光を出して自分の幻影を作り出すことができるんですよ。でさらにその幻影と実体を瞬時に入れ替えることができるっていう、まあメビウスのディガルークの走りみたいな怪獣なんですけど、いやーこれにガッツもティガも苦戦させられていたっていう。だから見た目以外に能力にも魅力があるっていう。だから僕こいつのこと好きなんですよ。いつかこの怪獣もウルトラ怪獣シリーズ5000で出してほしいなぁと思っています。こちらがデスモンの顔なんですけど、あーついにここまで来たかっていう感じですね。もう目の中まで塗られてないっていう、ただなぜか触手の根っこだけ塗られてるっていうね。でおなじみのつぶらえプロの刻印がまさかのここにあるっていうね。まあ、ただ造形の方はいつも通り力が入ってるって言いますか、まさに生物の表面みたいな、この微妙な凹凸とかね、ここは本素晴らしいですね。デスモンの側面っていうのがこんな感じになってたんですね。でまあ触手ですよ。まあここはさすがに細いパーツなんでね、子供に遊ばせるには危ないから省略されたって感じか。そして背中の方はこんな感じになってるんですね。珍しく前面は省いてるんですけど、背中の方に力が入れられているっていう、これは珍しいですね。あーこんなグロい脳みそみたいなパーツあったんだ。ここに関してはティガの劇中でも確認することができます。そして
体の中心から垂れ下がっているこの部分、まあデスモンの尻尾に当たる部分ですかね。ここもですね、意外としっかり塗られてるんですよね。顔の前面だったり大事なとこは端折ってるんですけど、こういうですねコアなところは意外と力入れてるんですよね。あれ何回似てるな。というわけでデスモンのソフビをここまで紹介してきましたが、そのデスモンっていうのが劇中でどんな形で登場したのかっていうと、まあそれを説明するためにはティガの第38話がどんな話なのかっていうのを説明しないといけないんですけど、まあ、この回で新たにヨーロッパ支部から極東支部に配属された辰村参謀っていうのが登場するんですけど、まあ後の和倉隊長なんですけど、この辰村という人間がもともと情報部の出身で、まあとある理由から怪獣が出現したっていう情報を巷に流すんですよ。まあそのきっかけというのが、とある怪獣出現の際に PPC とガッツに大きな被害が出たんですけど、その原因は怪獣とかではなくて民衆なんじゃないかと、民衆のパニックによって怪獣撃退までに遅れが出てしまったんじゃないかと辰村参謀は考えたわけなんですよ。なので民衆をガッツの指示通りに動かすために、怪獣っていう言葉に民衆がどれだけ反応するかっていうのを試すためにデマを流したんですけど、まあ、辰村参謀がそういった行動を取るきっかけになったのがこの奇獣デスモンなんですけど、ちなみにこのデスモンのタグというのがこちらになります。これを受け取るわけにはいかんな。私は視聴者を裏切ってしまいました。自分の視聴者をもっと信じろ。君たちの絆はそんなことでは壊れないはずだ。ちなみに水谷参謀はいずれ処分が下されるだろう。彼はイカれすぎた。いやー、というわけでまさかまさかのデスモンのソフビをゲットしたと思ったらセレブロのソフビでした。いやとまあそんな茶番はもうこの辺にして、まあ、このセレブロというのはテレビシリーズウルトラマン Z にシリーズ通して暗躍していた、まあ、いわゆる黒幕なんですけど、まあ、特徴としては様々な生物に寄生して、まあ、悪事を働くというタイプのキャラクターになります。まず最初は第1話に登場したゲネガーグに、まあ、そこから会見のカブラギ深夜に、さらには防衛軍の隊員、そして最終章で栗山長官に取り付いてストレージを解散させるという、あんまりこれまでには見たことなかったようなタイプの敵キャラだったなって感じですね。まああとよろしければですね、去年購入したレストルドスのデラックスサイズのソフビ、そちらも別の動画で紹介しますのでよろしければ見てください。こちら設定身長が1メートルで12キログラムということなんですけど、まあ500サイズだったらわりかしこんな感じで、まあさっきも登場した旧ウルトラヒーローシリーズのティガ、劇中だったらこれぐらいの比率だったような感じしますね。まあ青柳さんっていうか、ジャグラーとセレブローが並んだ時もだいたいこんぐらいの比率だったですもんね。はい、というわけでまあ今回ちょっとデスモンのソフビっていう体でまあ紹介しちゃったわけなんですけど、まあね、何が言いたいかって言いますと、まあこの状態だったらセレブロで、この状態にしたらデスモンのソフビとして楽しめるっていう、いや自分もまさかこんな目のパーツとかしっかり作られていると思わなかったんで、いやまあこれ一体で二度楽しめるっていうね、なかなかこんなソフビってないなーって思ったんで、まあちょっと今回デスモンとして紹介したわけなんですけど、まあしかしこれでですね、ウルトラマン Z に登場した怪獣装備っていうのも続々と集まってきたなって感じはありますね。あと出てないので言ったらグルジオライデンとかトライキング、あとこいつによって無理やりパーツを追加させられたメツボロスとか、ちなみにこの間の6月20日でウルトラマン Z の放送からもう4年が経ちましたよ。いや時間の流れって本当恐ろしいなって思うんですけど、その両脇は15周年と28周年ですからね。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。
またこのチャンネルに遊びに来てください。それではお先に失礼いたします。バイバイ。